私は、5年生の理科、小学校5年生の理科、ものの解け方という単元で、実践を行いましたので、それを発表させていただきます。私が、取り組んだ大きな2つとしては、1つ目に粒子概念といって、物質を粒として捉えるということ、そしてそれを使って、2番自由選択型実験というものに、挑戦してみました。で、まずこの一つ目の粒として捉えるという見方から、話したいと思います。私は、今教員7年目になるんですが、ずっと中学校の教員をやっていて、今年初めて小学校に赴任することになりました。中学校の理科では、このように、この粒子概念を使って、モデルといった、粒の図で表したりする単元がたくさんあります。なので、この小学校という早い段階から、少しでもその粒という考え方に、触れておきたいなと思って、使用しました。まず最初に食塩や砂糖や片栗粉の学習があるので、そこで、こういった、モデルを使っていろいろ喉のカードですが、コーヒー、シュガーの粒、この時は水も粒で表していますが、こっち片栗粉の粒といったような感じで、モデルを使って、考えさせました。ここで、物が水に溶けるということは、顕微鏡でも見えないぐらい、小さな粒になってるんだよということを、抑えました。続いて、ミョウバンという物質を使って学習をしました。ここでは、ミョウバンを一回水に溶かして、それをどうしたら取り出せるかなという実験になります。ここでの結論としては、加熱すると、このように出てくること、また氷水で冷やすと、ビーカーの底に出てくるよということを抑えました。そして、ここからが本陣になります。このあたりを抑えた上で、まず導入として、ミョウバンを僕が事前に大量に、本当に大量に水に溶かしておいて、それを冷やしておきました。そうすると、こっちはちょっと教科書の図ですが、このあたり、今これ、少し見えるのがミョウバンですが、もっと本当に大量に、出てきている状態のビーカーを提示しました。で、ただ僕は今回そこで注目させたのは、こっちの液体の部分に、注目をさせました。ここは、ただの本当に水だけになっているのか、いや、まだ、出てきてないミョウバンがあるのかなというところから、課題作りに入りました。そうすると、ごめんなさい。そうすると、大体全体の7割程度の、子どもたちは、まだ溶けていると予想をして、3割程度の子どもたちは、もう溶けてなくて、そこは水だけなんじゃないかというふうに予想を持ちました。そこで自由選択型実験に、取り掛かります。僕は、思考ツールのキャンディーチャートを使って、自分で考えた方法で実験しようというふうに、提案しました。キャンディーチャートは一番こちらに、もしほにゃららなら、例えば、ミョウバンがまだ溶けているなら、こういう実験方法をしたら、こういうミョウバンが出てくるんじゃないかなというような使い方です。こちらが、児童の、実際の、書いたものになります。ミョウバンがまだ溶けているなら、まあ、蒸発させたり、冷やしたりすればミョウバンが出てくるんじゃないかなとこの子は書いています。これはおそらく、これまでの学習で水の中では粒で存在していた、のでっていうことも、考えていると思いますし、加熱したら出てきた、冷やしたら出てきたという基準、事項を使えば、必ずその粒が何かしらの形で出てくるんじゃないかなと、知ってるからこそ、この実験を選択したのかなと思います。ただこれはちょっと、こういう目もあるよっていう紹介、あったよっていう紹介なんですけど、これちょっと塩ではないですが、今回ミョウバンを使っているので僕は間違えてますけど、やっぱり顕微鏡を使うと、見える。っていうふうに答えていた生徒も、いました。やっぱりこれで僕が感じたのは、子供が持っている素朴概念、顕微鏡を使えば何でもちっちゃいものが見えるんだっていうことを思っていることがやっぱりいて、なかなか正すっていうことが難しいなっていうことをすごく実感しました。5分たです。だ、はい、ありがとうございます。顕微鏡の実験、じゃあみんなにはどうかなって聞いたところ、やっぱり子供の中から、それは食塩の時に見れなかったから、その方法では調べられないよねっていう声が上がり、顕微鏡は、本次では使うのはやめました。で、そこで加熱、あ、ごめんなさい、確認しやすいと思った実験は、じゃあどれなのっていうふうに聞いたところ、加熱。
という意見で、やっぱりこれはすぐに実験ができて、簡単に調べることができるということで、8個のグループで実験をしていますが、7グループが加熱の実験に取り組みました。こちらが実験を実際にしている様子です。さっき言ったようにタブレットでも記録を1人が残しております。もっと冷やすといった班も、1グループだけありました。でも、僕は最初に導入で冷やしたものを提示しているので、じゃあどうやってもっと冷やすのっていうことを聞いたところ、子供たちの中から食塩と氷水を冷やせばもっと温度は下がるよっていうことを教えてくれた子がいたので、じゃあそれやってみようということで、1グループのみ、その実験に取り組みました。こちらがその冷やしている実験の様子です。今回自由選択型実験をこうやってやってみて、なかなかごめんなさい。冷やす方の実験を取り組んでいる生徒の児童の一人で、なかなか普段の授業で他の班にフラフラーと行っちゃったり、うつ伏せになったり、まあする子もいるんですけど、その子が、この一グループの中にいて、本当にビーカーをじっくり見ていた様子がありました。また、この冷やしたことで、本当に少しだけでしたけど、ミョウバンがキラキラキラーって光った時には、本当におーっていうような声も上がり、すごくその子がなんか一番喜んでいたことが僕は印象に残ってやってよかったなっていうふうに思っています。またどのグループもそうですけど、自分で選んだ実験だからこそ、なんとか、まあ、それがいい結果だろうが悪い結果だろうが、なんとか実験をやらんとか頑張らないといけないっていうような責任感も生まれたように感じました。またお互いの、加熱の方と冷やす方のグループがお互いにどうなったとか出てきたとか、そういう声が生まれて、自然となんか仲間同士の交流も増えていたなと思いました。またまとめると、粒子概念粒として捉えるっていうことを大事にしてきたおかげで、今回自由選択型実験で、根拠を持って、なんとなくではなくて根拠を持って実験を選択できたことが良かったですし、それが実験に取り組む意欲や責任感につながったのかなっていうふうに、僕は感じました。以上になります。